今日正午過ぎ、神戸市東灘区の郵便局で強盗未遂事件がありました。警察は逃げた男の行方を追っています。 JR 江南山手駅近くの現場です。こちらの郵便局で白昼堂々強盗未遂が発生しました。現在も警察による現場検証が続けられており、犯人は今も逃走中とのことです。今日正午過ぎ、神戸市東灘区の神戸森郵便局の従業員から、強盗の犯人が逃走したと110番通報がありました。警察によりますと、男は60代から70代くらいで、包丁のようなものを持ち、 ATM コーナー付近で金を出せなどと従業員に要求。局内に押し入ろうとしましたが、従業員に止められ、徒歩で東に逃走したということです。当時郵便局内にいた従業員や客に怪我はありませんでした。こんなんとはね、思いもよれへんもんね。午前中こうかな思っとったんやけど、ちょっと人が来たから来へんかったから、鉢出せんでよかったな。男は身長170センチくらい、上下紺色の服で、黒っぽい色のキャップに眼鏡とマスクをつけていたということです。警察は強盗未遂事件として逃げた男の行方を追っています。